はい、どうも、カオスボイスの芹沢俊平と申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手は千葉さん。お相手のパーティーは、バシャーモカプテテフ、月光がミミッキュー、ポリゴン2、ガブリアスと。はい、そうか。んじゃあね、初手月光が、後ろどうすっかな。電樹木いくか。で、最後、カバルドンで、はい。はい、千葉さん、対戦よろしくお願いします。あー、24時間勤務きついわ。月光河から来た、色違い。こっちも月光河。どうしよっかな。とりあえずダストシュート打つか。スカーフかな、これ。冷凍ビーム。相手がスカーフなのかな、これ。どうしよっかな。じゃあこっちも冷凍ビームで。あ、同速だったんだ。単に同速、じゃんけんで負けただけですね。さあ、お相手悩み中か。バシャーモ、どうすっかな。ここカバルドンに交換しますか。新しく組み直したこのパーティーがなかなかちょっとね、使い慣れなくて、多分相手これで守るだと思うから、守る、うまく決まらない。あくびをしていこう。どうせ変えてくると思うんで、飛び膝蹴り。これで5つ目カバとバレた。じゃあ、もう一回あくびで。飛び膝蹴り。
これでバシャーモが眠る。怠けていくか。バシャーモ引っ込め。カプテテフ。ここ相手釣り交換してくるかな。サイコミネスで切ってきた。オッケー。やべやべやべ。充電がね。どうしよう。じゃあここ月光河で。ラストシュートで。交換してきた。ラストシュート。この動きって相手スカーフなんかな。スカーフカプテテフだと思うんですよね。なので一旦ちょっと電樹木バックします。ここ相手多分ムーンフォースだと思うんですよ。サイコキネス。これで切ってきた。じゃあ月光河で。これ外したら負けだな。ダストシュート。最高品質。やっぱり当ててお願い。オッケー。対戦ありがとうございました。やっぱ相手スカーフだったんですね。千葉さん対戦ありがとうございました。いやー疲れた。久々の24時間勤務で。久々っていうかまあ3日ぶりなんですけど、ちょっともう寝起きなんでね、頭回ってないんですよ。ちょっとあーやべ、シェリー上手だな。うわーイロハスうまいわ。あーやべえ。体がだるいですね。最近本当にね、体がもうだるくて、夏バテっていうのもあるんでしょうけど、本当しんどいっすよね。いやー本当、ああそうだ、明日はスーパーパワートレーニングだ。いや本当最近24時間勤務がめちゃくちゃ辛く感じますね。本当24時間終わって家へ帰ってきて、だいたい12時ぐらいに寝て、で起きて9時ですよ。夜9時過ぎか10時ぐらい。そして飯食って、今こうやってぼーっとしながらポケモンやって、頭ぼーっとしながら喋って、まあポケモンやって負けた勝ったやってね。シェリー少女くたばれ。